戸田シバレンドネラヒルタは、やや大型になる稲カの総本。秋に、野木のない粒々がぎっしり並んだような穂を立てる。変異は大きく、見た目では随分違ったものがある。全体に硬い多年生総本。地下に輪辺に包まれた長い匍匐形を引く場合がある。茎は高さ60から120センチメートルに達し、細い円柱型で、少数の節がある。 葉は高線形で、長さ20から 40cm、幅は6から 15mm、先端は長く伸びて尖り、基部は丸くてくぼんで、多くの場合は、毛がある。鞘は、茎の節より短く、毛があることが多い。牡蠣は8から10月、茎の先端に上向きに果女が出る。果女は、長さ10から 30cm、幅8から 15cm で、円錐果女をなし、 まばらに3回する。過剰の枝は同じ長さでなく、木部に毛がある。こぼは枝に押し付けられたような形で1個ずつか2個ずつ、つくき、長さ3.5から4.5ミ、mm、リメートル、白6色から紫を帯びる。明確な脱ぎはない。戸田芝は、戸田芝の意味で、武蔵の戸田原辺に生えていたためと言われる。また、別名には、バレン芝があり、これは、 バレンシバでその下水の形によるという。なお、この地は荒川流域にあり、昭和初期までは近年では珍しくなった野草が多く、生育していた。スゲ族の戸スゲもこの地に生育していたものである。この種のコボは、外見的にはさほど変わらない二つのコバナを含むが、下のものが優勢なので、種子を作るのは上にある、第二コバナのみである。前景は非新型で、 外面はほぼ全体が、筒み栄に包まれる。筒み栄は紙質で、第一方栄は、こぼより、わずかに短く、その基部は幅広くてこぼの周りを囲み、太い脈が3本ある。第二方栄は、こぼと同じ長さで、脈は5から7ある。第一小花は、優勢で、森栄は紙質で5脈、内栄は、膜質で透明。これらの間におしべ3つが入る。 第二小花は良性。その基部には毛が生える。森 A は膜質で半透明。細い脈が五つある。先端は時に短い棒状となる。内 A は五衛とほぼ同じ長さで二つの竜骨がある。薬は暗視色で長さ約2ミリメートル。果実が熟すと小ぼ全体として脱落する。この種は外見的な変異の幅が大きく、見かけ上は 全くの別種と見える例すらある。大きな違いの一つは、植物体の毛の状態で、大杉サブロはその状態によって、以下のような区別を認めた。他に果女が白っぽくなるものを、素人出し場とする研究者もある。また、果女に関しても変異がある。この種では、果女の主軸はほぼ直立し、間を開けて、即死を斜め上にまっすぐに伸ばす。 コボはこの即死から出る細い軸の上に生じる。基本的なものではこのコボのつく細い枝が即死に密着し、一見では即死にコボが密接しているように見える。それに対して即死から細い枝が斜めに出る方があり、その場合、コボはひどくまばらについているように見えるので、見かけは随分違ったものとなる。長田はこの前者の方が大型で毛が多い傾向はある。ものの、 必ずしも相関関係があるとは言えないと記している。道路脇の群落日本では北海道から九州まで国外では朝鮮、中国、ウスリーから知られる。平地から山地にかけての日当たりの良い草地に生育する。北村放課は至るところの草原に普通と記している。よく群生している。戸田芝族には約50種があり。 アジアとアメリカの熱帯を中心に分布する。日本には本種ともう一種以下の種がある。本種自体は蒸気のように変異が多く、ユーリストは以下のような種内変異の学名を認めている。ただし、標準的な図鑑として使われてきた北村たもさたけほかもこれらの学名を取り上げるどころか和名を挙げることさえしていない。長田これらの種内分類について紹介しつつ、 そうはっきりは分けられないと思うとしている。巨大は変異の幅が非常に大きく、特に毛の形質は先変万化としつつ、変異が連続的で、それらを亜種や変種として区別することを必要性はないと言い切っている。なお、コボが即死に密着する方については、アゼガヤなどがやや似るが、コボの構造が全く異なるので区別は容易。い。以下、種として、 北村ほか、P361 佐竹ほか、P102 巻の P746 長田 P161 以下、長田 P658 以下、長田 P660 佐竹ほか、P102、北村ほか、P361 騎馬ほか、P119 佐竹ほか、P102、BG プランツワミ学名インデックス2014年6月14日、閲覧。 長田 P660 巨大 P285 長田 P161 ありがとうございます。